サッカー選手権大会決勝が今始まりました。まず清水東が攻め込んだ。帝京クリア。今日の主審が中西さん、先審が画面向かって手前が峰田さん、向こう側が曽川さんです。あのですね、はい、両方ともですね、共通することがあると思うんですね、はい、それはですね、攻撃面、これは両方ともね、そのポイント、コツを知ってますね。あ、そうです。10番の武田。それから守備もですね、はい、要所要所をきちっとね、抑えるね、そういうまたポイントも知ってます。センタリングですね。長谷川から武田へボレーです。ボレーですね。の一文字パネルディスプレイと私は呼んでおりますが、これが大きな呼び物の一つになっておりますが、この両校です。これが長谷川健太キャプテンです。清水東、そして大江貫です。先ほどから何度も松本さんの口から出ているこの両選手、それに加えてディフェンダーの要が4番の堀池です。フリーキックを得ました帝京高校です。ゴール前にシューが上がっています。その背後に前田か。ボレー見せますね。前田のオーバーヘッドキックです。ゴールこそ外れましたけど、はい、しかしね、勇気のあるいいプレーです。まずね、シュートで返すということですね、はい、先ほどからね、清水東にね、武田君に打たれてますから。今日は立ち上がりからですね、はい、帝京も昨日よりはずっと展開力が広いし、なかなかハーフのラインが揃ってますしね、はい、いいですね。帝京のミッドフィールダー、ハーフを形成する3人の特に強い選手、金子、平岡、そして広瀬ですね。そうですね。この選手がまあそれぞれの、ね、はい、個性がどちらかというと似通ってしまって、はい、例えばゲームメーカー、そしてオフェンシブなミッドフィールダー、あるいは守りを固めるミッドフィールダーと、はい、その役割分担がちょっともう一つできないのが、帝京にはなっているんだなということをね、コーチの荒谷さんが言っていたんですけども、はい、まあ、むしろ平岡君はチャンスメーカーで、金子君は上がって点を決めるという形ですね。ツートップにしながらですね、金子が後ろから上がって、はい、トップに入って点を決める、広瀬君が両方兼ね備えているという形で、やはりこの3人の中盤というのは、まあ、日本の高校今の現在の力ではやっぱりナンバーワンじゃないですか、ね、そうですか、はいはい、さあヘディングか。右足シュート決まった。うわシュート。前半の21分、前田の右足のシュートが決まりました。平岡からですね。そうですね、平岡君のね、この球出し、ハーフボレーです。もうあそこ一つしかないというところです。前半の28分から29分に回ろうとしております。盛んに大きな声で指示を出します。ディフェンスの要、4番の堀池拓実。放送席、はい、清水ベンチですがね、立沢さんも1、2年生が多いということで多緊張だということですね、ここは、はい、シュートだ。これは外れた。前田のシュートです。どうぞ。やや勢いが出てきたので逆転につながるでしょうと。まだ全然落ち着いてますね。あ、はい、そうですか、はい、清水東高校は3年生が5人、2年生が3人、1年生が3人のチームです。今後半40分、全国高校サッカー選手権大会決勝戦の後半です。前半の22分に1点をリードしている黄色とブルーのユニフォームの帝京高校。オブストラクションですね、はい、しかしここで早い攻めが始まるんじゃないかと思いますけどね。清水東、はい、はい、放送席、はい、その今松本さんおっしゃった通りですね、5分間徹底的に死に物狂いで動けという、清水の指示です、はい、前半の反省はですね、とにかくセンターフォワードの武田に任せっきりであると、全然フォローがない、これが一つ、それからゴール前の勇気がないということですね、はい、今チャンス、大柳のヘディング、ボールはこぼれた、ナシカバよくクリアしています、五丁森です、もう一回ロングシュート、これは外れました、昨日の再現ですね、そうですね、松下ですね。いや、素晴らしい左足の、ね、シュート力持ってますね。44歳の勝澤要監督です。5分以内同点にしろということです。はい、はい、いいカバーしてますよ五丁森君。ここからのシュートですね、早いですね、振りが。後半の5分を回りました。キッカーは平岡、スタートを切ります。低いボールです。金子のシュート、クリアした。2番の今野辺、これは素晴らしい。
岩鍋のクリアです。いや素晴らしいシュートといいね、はい、いや素晴らしいクリアでした。決勝戦ならではの好プレーですね、はい、ハイレベルですね、はい、あっとこれはオフサイドか、フラッグがありません。やはりその辺に、ね、何かやってくれるんじゃないかっていうね期待感でね今のところ1回じゃないかと思いますね。まあ、あのペースはですね決してあの取れないわけではありません、はい、清水東らしい攻撃も出てきています。はい、その攻撃の起点になる大江の日から右の長谷川健太キャプテン、クロスのボールです。ヘディングはどうだ、岩井が勝った、危ないですね。村野のシュート、ここ入ったか、左に切れた、体のシュートは左に切れました。さあここでですね、はい、はい、大江の日君ね手を叩いてね前の選手にね一生懸命声かけてますよ。これはストッパーの村野ですよね、はい、最初のシュートが、はい、このシュートを、ま、うわー30センチさあここですよ、そう振り出がありましたね。ビジネスのリズムです。攻撃参加しました、原田、小永井が左に引っ張ります、ディフェンスを引っ張ります、空いたところに走り込んでいる武田、その武田に当たった、さあ振り向いてシュートが打てるか、打てない、もう一回ダイレクトで叩いてもよかったですね。そうですね、もっとボールを動かすことです。9番の長谷川が引いています、大江の木です。大江の木、長谷川のコンビネーション、ワンツーリターンはもらえません。さあ折り返す、早いタイミングで折り返した、クロスのボールだ、ヘディングだ、入ったか、まだだ、もう一回、まだ生きている、キーパー抑えた、キーパー弾き返した、これはファウルを取りました、主審の中西さん、帝京高校のファウルです。セットプレーです。これですね、しかしね、よくね、滝沢君もシュート、ゴールキーパーを抑えた、高松商業に勝ち、大分工業を下し、朝霞商業を下し、そして昨日準決勝苦しみながらも岩崎高校を下して今日の決勝進出、今まもなく4度目の優勝を手中に収めます帝京高校です。その瞬間です、前田の決勝点、清水東 V2 ならず、帝京清水東の2連覇を阻みました。